ローマ帝国の国境線はユネスコの世界遺産登録物件名である。ローマ帝国の繁栄と衰退を残す文化的景観が評価されて1987年にイギリスのハドリアヌスの頂上が単独で登録された。その後2005年にドイツのリーメスを拡大登録した際に現在の名称となり2008年にはイギリスのアントニヌスの頂上も含まれることが 決定した。ハドリアヌスの頂上は、イングランド北部のスコットランドとの境界線近くに、ある頂上で、1世紀後半にハントに、ブリタニアを組み込んだ、ローマ帝国が、ケルト人のうち、ローマに服従していない、ピクト人など北方諸部族の侵入を防ぐために、気づいた。皇帝ハドリアヌスが、頂上の建設を命じ122年に工事が開始される。 入滑するアポンタインからカーライルまでの1 1 8キロメートルにも及んだ。壁の高さは4から5メートル、厚さ約3メートル。後の型で建設された部分は約2 5メートルに狭くなっている。完成当初は土塁であった。その後、石垣で補強されたと考えられている。約1 5キロメートルの間隔で監視所も設置されていた。復元された。 リーメスのモノミアグラリーメス、またはリメスはドイツのライン川とドナウ川の間に残るローマ帝国時代の頂上跡。リーメスの建設は紀元前2世紀頃から始まり、目的としてはゲルマン民族の侵入からライン川、マイン川流域の肥沃な土地と通商路を守るためであった。リーメスの移行は主に頂上とモノミ見グラ、砦に分けられる。 頂上の総延長は約5 5 0トルで、東はドナウ川から西はライン川まで達する。頂上は大きく分けて、上部ドイツとライティアの2つの部分に分けられる。上部ドイツ部分はライン川とライン川の支流である、マイン川に沿って土塁による頂上と堀が設けられていた。堀は約8メートルの幅と約2 5メートルの深さを持っていた。 また上部ドイツ部分には頂上に沿って約40の鳥が築かれていた。ライティア部分はうち約1 6 7トルは高さ約3ル幅1 2ルの石類で築かれた。石類は付近から産出する石を使用していた。モノミヤグラは頂上の類に沿っておよそ3 0 0ルから8 0 0ルの間隔で建てられた。現在、 896箇所が確認され、うち260箇所は現在でも構造の一部が残る。矢倉の構造は土台が4メートルから8メートルほどの大きさの正方形をしており、その上に見晴らし台が築かれたと推定されている。頂上に沿って大型のものは約60以上の鳥跡が確認されている。大型の鳥には一つ当たり、 約100から1000人程度の守備隊が配置され、頂上の警備及び頂上を通過する人々を管理する赤所の役割を果たしたと考えられている。また20から30人の配置規模の偵察や監視を目的とした小さな砦も多数存在していた。リーメスの砦の中で調査が行われているものの一つのザールブルク砦りは、上部ドイツの部分に属し、砦の初期は、 紀元前90年頃の建築と推定され、長方形の形をしており、面積は約0.7ヘクタールであった。ザールブルクトリデの発掘調査は19世紀後半から始まった。1897年にドイツ皇帝ビルヘルム2世がこのザールブルクトリデの再建を命じ、第一次世界大戦前に完成した。現在ではこの時に復元された。 ザールブルクトリデが博物館として使用されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。